これ外れではない、当たりでもないめっちゃ好き、めっちゃ好き、やばい、めっちゃ好きだ、え、もうやばい、あ、かわいい、音すごない、聞こえます？音はこんな感じです。え、もうやばいやばいやばい、だってまだあるもん、ちょっと待ってね、やばい、今年ほんまにいい年になるかもしれへん皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もリリーの飴玉に遊びに来てくれてありがとうございます。さあ、今回の動画なんですけれども、お正月ということもあり、福袋を買ってみました。なので、福袋開封動画を撮っていこうと思います。もともと私は福袋とかは買わずに、欲しいものがセールになるのを待って、で、ピンポイントでそれ買いに行くっていうタイプやったんですけど、ただ、YouTube で福袋の開封動画を見るのはもう超大好きで、毎年いろんな方のをたくさん見てきました。で、今まで福袋を買わなかった理由っていうのは、まあ欲しいやつはピンポイントでセールで買えばいいやんっていうのが一つ。もう一つは、近年の福袋ってもう中身が見えてたりとか、福袋用に作られたお洋服が入ってるものっていうのもたくさん出てきてて、で、やっぱり福袋といえば、そりゃ当たりがいいけど、当たり外れがあって、で、もともと店頭で売られてたものがたくさん詰まってる福袋っていうのがいいなっていうのがあったのもあり、それで買わなかったんですよね。ただ今回ご紹介する山田屋さんの福袋っていうのは、もともとお店で売られてたものとか、そう、掘り出し物がたくさん入ってる、そういう福袋なので、買ってみることにしました。で、普段、福袋を買わない私でリサーチ超する私が福袋を買ったっていうことは、これは何か熱いんじゃないかということを嗅ぎつけた妹がですよ、なんと山田屋さんの3万円の福袋を、まねっこして買ってました。で、中身をね YouTube で一緒に紹介してもいいよということなので、そっちは試着はしないんですけれども、どんなものが入ってたのか、後半は2つ目の、福袋も開封していこうと思います。それでは早速スタート。よいしょ、むちゃくちゃでかい。ほら、こんなでかいです。段ボールで届きました。で、私まだこれ中身開けてないんで、ガチでちょっと開けていきます。では中身は見ずに手突っ込んで一個一個出していこうかなと思います。まず、お！バッグが入ってました。まずは、こちらのクラッチバッグが入ってました。色はマスタードカラーです。で、チェーンもめっちゃ可愛い。こんな感じのチェーンですね。で、中にポッケが一つあります。まあ、色も落ち着いてるので、まだ使えるかな？うんうん。外れではない。当たりでもない。こんな肩掛けのバッグが一つ目入ってました。そして、これ大きいっぽいな。次、めっちゃ当たりなんですけど、見て。デコラテ部分が、シースルーになってて、結構ロング丈のオールインワンが入ってました。下はパンツになってます。え、かわいい。背面はこんな感じです。色は深いブルーというかグリーンというかネイビーというか、そんなお色味で、このブランドさんのお値段は 24,800 円。さっきのバッグとこれだけでもう福袋の3万円は余裕で超えてます。出だしいい感じじゃないですか。次。これも上がちょっとスケルトンになってるうち、ちょっと透けてんの好きやからマジで嬉しいねんけど。え、綺麗。はい。値段は31,000円の、ワンピース。え、めっちゃ可愛い。ほら、またここが透けてます。で、ノースリーブで、ここがブラック。下が、なんて言うんだったっけ、この素材。めっちゃ可愛い。伝わるかな？ちょっとフレアなってるし、後ろゴムでキュッとウエスト部分がマークされてて、スタイルアップして見えそう。え、これめっちゃ可愛い。え、嬉しい。福袋めっちゃいいやん。やば、今んとこ当たりが続いてるよ。で、まだこんなにある。やっば。そしてお次。じゃーん。え、なにこれ？なんか次も好きそうなん出てきた。やばい、今年ほんまにいい年になるかもしれへん。半端ないって。はぁ、セットアップやん。やばい、めっちゃ好きだ。バイカラーの、しかも最近ね、私今もつけてるんですけど、ちょっとね、大人っぽいリボンのアイテム好きなんですよ。て、リボンついてる。スカート白はブラック一色、前はホワイトで、生地も結構しっかりしてます。はい、こちらは 27,800 円です。やばい、テンション上がってきた。ちょっと待って、暑なってきた。えぐいって、すごいって。ちょっと興奮して暑なったから髪くくりました。ああ、なんでって、えぐいって。進むね、いくね。次はこちら。え、やばい笑えてもらうわ。深いブラウンのアウターが入ってました。しかも可愛いし、お値段は 25,000 円の羽織が入ってた。めっちゃ可愛いねんけど、これめっちゃ使えるやん。袖もちょっとゆったりめやし、ここも絞ってデザインが変えれるようになってるし、ポッケもついてるし、色味も超可愛い。あー、もう一個買いたいねんけど、福袋。もう売り切れてるよな。はい、お次いきます。お次も、またまたこちらのブランドさんで、お値段 13,800 円のパンツが入ってました。見て、めっちゃ可愛いパンツ。動画で伝わるかな？すごいね、ツルツルサラサラした素材で、前面もちょっとアシンメトリーなデザインで、サイドもスリットが入っていて、前面すねの部分が少し短め、後ろが長めな不思議なデザインです。お次いきます。はあ、かわいい。めっちゃ好き、めっちゃ好き。え、やばー、見て。ドットのチュールと黒いプリーツのスカートが重なった、え、めちゃめちゃ可愛いスカートが入ってました。ウエストはゴム、最高で、お値段は 16,800 円。これもこちらのブランドのものです。大当たり。ちょっと待って、めっちゃ興奮してきたわ。あー、胸がドキドキしてる。だってまだあんねん、もういっぱい。次はこちら。次はポップス。全体的に落ち着いたカラーが多いので、うわー、めっちゃ可愛い見て、この可愛さ伝わるかな。後ろもこんな感じ、ちょっとリブになってて絞られてます。これこそマジ大人可愛いって感じちゃう？これは 13,800 円。やば、こんなん、ほんまに定価で売ってても欲しいアイテムがいっぱい。でも定価やったらちょっと高いから、うんって迷うけど、これが全部福袋に含まれてるって最高。次行くよ。あら、え、今年ほんまに大吉ちゃうかな。おみくじ引こう。ドルマンティーっていうのこれ。あ、もうめっちゃ可愛い。ほら、後ろが長めでスリット入ってます。前面がちょっと短くて、ここもリブっぽくなってます。お色がカーキ。あ、もうやばい。あ、可愛い。棒も来たな。ちょっと連れてきます。え、もうやばいやばいやばい。だってまだあるもん。ちょっと待ってて。ここでミルク飲んどいてもらいます。美味しいね。機嫌さん、もうあと数少なくなってきてるかな。いや、でもまだあるな。いくよ、次。あら、次はこちらです。6900円のニットが入ってました。すごい気持ちいい。しかもこれ安っぽくないよ。素材もめっちゃいい。高いやつ。はい、お次はこんな可愛いトップスが入ってました。前は首元切りっぱなしのデザインなんですけど、背面はしっかりリブになってます。そして背面はプードルっぽい、ギュギュギュッと編まれた生地感になってます。次はむちゃくちゃ可愛いトップスが入ってました。首元にストライプ、こんな感じで入ってて、袖はポワンと膨らみつつ、生地が違います。白い部分は、ニット編みなんですけど、ここはモコモコの素材で、ベージュも挟まれてる。あ、やば、可愛い。ほんでよ、山田屋さんの福袋といえば、あとこれが入ってるんですよ。じゃん、ショップで使えるギフトカード、金券が入ってるんです。私が買った3万円の福袋の中には、なんと、じゃん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 、ほら、8,000円分の日本国内全店で使える金券が入ってます。総額ちょっと計算してみましょう。えぐい、総額えぐい。今ね、お洋服だけを入れたんですけど、合計金額なんと221,800円でした。これにチケットを足すと23万円分がなんと今回33,000円で買えちゃった。やったー。20年はマジでね、コロナのせいでほんまに皆さんと全然お会いできなかったし、お仕事も減ったり、マイナス面もたくさんありましたが、私自身も某を産んだりと大きく変化があった年でもあります。でね、そういった出産動画とかきっかけにたくさんの方に知っていただいて、仲間も増えてすごく嬉しく思います。ありがとうございます。今年の目標なんですけれども、目指せ10万人。そんなね、パソコン作業が苦手ですし、編集が苦手なんでちょっとアップのペースが遅すぎるんですけど、まあやっぱりね、 YouTube 始めたからには金の盾までいかんくても銀の盾は欲しいなという目標を持ってますので、ちょっと頑張りたいなと思ってます。まあでもなんか数字だけにとらわれず、自分らしくまったりと、ほっこりできる動画をメインにアップしていけたらなと思ってますので、これからもぜひ楽しみになさっててください。というわけでですね、今回の動画はここまでとなります。もうがずっとここで寝返りの練習してる。よっしゃ、疲れた。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。